ウキー、どんな状況じゃないか。二人がいなければ、わしらは皆おしまいじゃった。じゃが、どうすれば二人を助けられるのか。あ？イザベルを見なかった。イザベル、イザベル。聞き覚えがあるような。ウキー。私知ってるわ。彼女ロケット騎士よ。そうよ。ウッキー、そうじゃったか。探しておるのか。イザベルに会ったことがあるの？彼女がいたのは、私が生まれる前の話なの？え？古い脚本に彼女の名前が出てきたのを読んだのよ。ん？エラはこういうことに関しては詳しいよね。正真正銘の才能だ。記憶力がいいんか、ベラ。そうじゃ、わしも思い出したぞ、ウキ。わしがまだシワのない若きスターじゃった頃。彼女のロケットがこの列車に衝突したんじゃ。お前たちのチビ列車と同じようにな、ウキ。お前さんたちは彼女に何の用なんじゃ？でも、そんなのありえないよ。彼女がダメ状を出たのはほんの数日前だもん。君たちは勘違いしているんじゃないかな。霧の中では時間の流れが乱れて予測不能だ。ここでの1時間が、外での1分間ということもある。あるいは1年という可能性もある。なんだって。それじゃあ、イザベルは今どこ？ウキー、わしの記憶が正しければ、彼女はそう長くいなかった。ついてすぐに出て行ったんじゃよ。ウキー、そうなんだ。え？彼女はロケットを置いて行ったんじゃなかった。なんで？おう、そうじゃった。しかしどこじゃったかのー、ウキー。坊ちゃんに聞いてみてはどうかな。坊ちゃんは当時、イザベルに興味を示していたよ。彼は今他の人間と一緒にテレビを見ているわ。嘘。聞いてみても害はないはずよ。そうなんだ。もう、そんな風にされちゃったんだ。ソロモン、そしたら、同じ人物なのかな？どういうことやろ？他の人間と一緒にテレビ見てる？あ、ほんまや。へえ、どうも。はあ、ははあ、これは面白い。この番組は最高にウケるな。何見てんの？ソロモン。どけ、白髪頭のチビ、見えないじゃないか。あ、もうダメだ。おや、お前たちか。お前たちもテレビを見に来たのか。テレビ悪すぎる。こんなに面白いとは知らなかった。イザベルのロケットはどこ？は？ソケット？ここで使いたいのか？他は当たってくれ。ここはもう使ってる。あ！何をする？ビスケットモンスターが登場するところなのに、ビスケットモンスター？セサミストリートか？どうしてこっちは見るんだバカが！喧嘩したいのか？いいとも、殴り合いだ！ジョン行け！やれ！イザベルのロケット、どこにあるの？イザベル、久しぶりに聞く名前だ。そうだ、リモコンをつけたはずだ。どこに置いたか、そうだ、俺の車両の中だ。ようやく思い出したぞ。そうなの？ジョン、行ってみよう。待て！面白い番組の途中なんだ。テレビをつけてから行け。さん、つけてあげな。しゃあない。行こう！どれどれ、そんなに面白いんですか？つって。食い入るように見ちゃおう、テレビを。俺の車両つって、お前の車両めちゃくちゃ端っこでは？あぶ、入っちゃった。入っちゃった。大地の子やっちゃおっかな。次は負けねえからな。あ、トイレ入れる。やった。ずっとしたかったんだよ。よし。よし、シャワーも浴びちゃおっかな。じゃあ。もう、トイレもお風呂もできないよ。ねえ。君に役を奪われて悔しかったけど、やっぱり僕には何か足りないんだな。あれ、こいつトイレに入ってたやつか？
可愛いおジビちゃんがあんなに強いとはね。そうだよ、サンは強いんだから。脅威の戦いだった。あんなのは見たことがない。お前たちこそウッキーを名乗るにふさわしい。俺も猿真似ばかりじゃいけないな。こうしちゃいられない。俺はリハビリに戻る。お前たちの物語は俺が語り継ぐぞ、ウッキー。そうそっか。車両どうなってんだ、ぼっちゃんの車両。あ、食材買っていこうかな。なんか料理したいよね。かなり使ってしまったから。カエルのクッキー、牛乳でまあ牛乳となんか合わせればいいのができるっしょ。ありがとね、ありがとね、君たちも。あ、省略されてる連結切り離されたのかな。あれ、あー、こん中ってこと。来たね、来たよ、来たよ。うわ、何してんの。やった、これであの切りを抜けられる。やったぞ、宝のきらめきをじっくり調べてやる。おい、おや、このスイッチは？あ？あ。あー。しまった！しまったじゃないんだよな。あー。あー。あー。お！かっこいい。誰？照明さん。なんでグッドタイミングなの？わ、リモコンな。出た。これで？ロケット、でもなんでロケット置いてったのかな？そういえば。このリモコン動かない。あいつ、また私たちを騙してるのかな？電池切れか？パンパンって叩けばね、リモコンはつくよ。僕に見せて。ど？ああ、で、電池切れだよ。やっぱし。ちょっと待って。充電してる。己のエネルギーを注入して充電してる。よし、どうぞ。ピッ。お。クイズタイム！嘘。どうもこんばんは。愉快のうじ虫ども。ソロモンの知識の館へようこそ。うじ虫？ひどいなぁ。知的な言葉をどうも、社会不適合者さん。煽るな、煽るな。あれ？最近視聴者がかなり減ったことに気づいてね。そこで今回は特別な商品を用意したぞ。なんだと思う？みんなが羨ましがるソロモン様の宝物？どんな願いも叶えてくれるランプ？収穫の時に見逃してもらえる権利？そんなのもあるの？ブー、全部外れ。そんな退屈なもの特別とは言えないね。口数の多いラスボスだな。こらこら、ラスボスとか言っちゃダメだよ。もっとこ、怖い人かと思ってたよ。これ一人でやっぱり収録したんですかね。特別な商品、それは、イザベルのロケットだと思ったけど、聞いたか、ウジ虫ども。あのイザベルのことだ。ロケット？聞いた？ロケットだって。ほら、指がピクピクするほど欲しいだろう。指か。それでは始めよう。第560回。おー。おなじみだね。ソロモンの知識の館。ご長寿番組。第1問。東にある、輝く真珠の別名を持つ最大の港は？え、東にあるって、輝く真珠？白芸湖、昔の名前だ。ダニエルどう思う？白芸湖はサンと初めて会った場所だね。お、ピンポーン。早いものだ。いや、やっぱり A かな。待て、私の勘ではこれは罠だ。以前は港だったが今は山になっているはず。
確かに未来校が正解な気がする。じゃあ答えは B だね。どうしよう。ジョン。でもこれは昔に収録されたものの気がするし、未来校なんて聞いたことないから。じゃあ白月光にしまーす。うじ虫どもいいか？正解は？白月光。やったー。間違ったやつは大バカもんだな。は、ハズレだったね。C。こんな簡単な問題猿でも間違えん。こんな問題で商品が手に入ると思っているなら、単純すぎるぞ。話が脱線した。はい。第2問。未来への道は霧の下に隠れている。では霧が俺たちから奪うものは ?A、方向。B、時間。難しい問題だね。方向と時間か。ダニエルならどっちを選ぶ？方向かな。運転してた時霧のせいで視界が悪かったから。お。そっか。じゃあ私も方向にするね。あ。じゃあジョンは時間にしちゃおうかな。ジョンちゃんは。答えを決めたか。正解は時間。わーい。まさか方向を選んだ無能はいないよな。ウォームアップは終わりだ。少しスピードアップするぞ。第3問。我々が人間を収穫する目的は何だ？え？何なの？ A、人間を滅ぼすため。B、高度な人間を作るため。B っぽいな。一気に暗い内容になったな。放送できないよ。え、そうなの？ 3 はもう答えを決めたみたい。どうして急にシリアスな雰囲気になったんだ？まあいい、 B にしよっか。違うよ。収穫は滅ぼす以外に得るものはないもの。わかったわかった。ただの冗談だよ。どうしよう。ここ難しいですね。人間を滅ぼすため。ジョンどう思う？でもこのやってる感じを見るに、高度な人間を作るためにやってんじゃねえのかなって思うけど、サンがそう言うなら俺も A にするわ。正解は B。 あー B だった。違うよ。何も作り出してない。破壊してるだけだよ。一部のバカはこの問題は間違えたことだろう。だが他に正解があると思うか。お前たちは逆立ちしても理解できないだろうな。さてそろそろクライマックスだ。これで最後の問題。永遠の問題。宇宙の究極の問題だ。え、人間はなぜ生きているかかな。世界が完全に暗闇に包まれた時、みんなを照らす光となるのは誰？ A、ソロモン様。 B、ソロモン様。わー、どっちだろう。答えたくもないよ。正解は沈黙？けどそれじゃあロケットが手に入らないよ。じゃあなんか抜け道ねえのか。横。あー抜け道ないね。え、これマジで答えは沈黙説ある。これ答えは沈黙説ない？いやでもこのゲームになんかこう時間制限っていうか、こう何分間触らないでおくみたいな、そういうのない気がする。そういうのない気がするからな。ダメだ、選ばないといけないみたい。じゃあ A にしとくか。とりあえず
ほらジョンもそう言ってる。わかった。1分ぐらい待ったんだけどね。それではみんなの答えを聞いてみようか。丸。全員が宇宙の究極の問題に正解したからには今日の商品をお前たちにやろう。気前いい。あわーそっとそっと。イザベルのロケットだ。今回は本物だ。運が良かった。これでパワーは十分だな。本当？アイアンカービン号のスピードにロケットの爆発力が加われば、うまくいくかもしれない。問題は、燃料だね。そんなにたくさんある？やってみないとわからないさ。ダニエル。はい。こっからはお前に任せる。嘘。うん。なんとかしろ、二人で。ちょっともう、サンとジョンは戦ったんだから、君たち。ああ、君たち。来たな、ウキ。みんなで何送ってくれんの？これは？みんないるけど。イーストワード夜行列車だ。ほう。何それ何それ？次の超大作映画だよ、ウキ。お前たちの活躍をフィルムに残すことにしたんじゃ。あ、マジ？霧からの訪問者っすよ、ウキウキ。それギャランティーはどれぐらい？そして時間にとらわれし者たち、ウキ。さらに世界を破滅から救う者たちだ、ウキ。なんて良識のある猿なの？この人たち、この猿たちは。みんな、お前の言った通りじゃな。大災害が起き、友を救いに未来へ向かう、ウキ。君たちなら必ず成し遂げられるさ。うん、私たちならやれるはず。幸運を祈るぞ、ウキ。栄光ある勝利の知らせを待っているよ。風切り前には戻ってきてくれるね、ウキ。みんな、いい人たちもいるもんだよ。お、もう乗ったのか。ここ、これでいいよ。ブレーキは完璧な状態だ。さすがの腕だ。お、思ったよりも簡単だったよ。お、やるね。だけど、本当におかしな、ロケットだ。動力装置は単純なのに、救命装置が3つもついてる。3つ？妙だ。乗組員の安全を気にかけてるのかな？アルバがね。まあいいだろう。でも三つか。どうやら出発するときだ。よっしゃー行くぞー。あ、ロケットだから乗ってんのか。なるほど。今はロケットが動いてるのか？違いがわからないけど。ロケットはすごくたくさん燃料を消費するんだ。だから、必要になるまで使わないよ。完璧だ、ダニエル。さて、あの派手なやつはどこに行った？あそこ、霧だ！未来の自分たちに追いつかれてたのか。それってどういうこと？霧だけど。さあ、旧友との再会だ。来るか？あ、来た来た。ロケット乗ってる。ダニエル、準備はいいか？了解。加速するよ。いけ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 。飛ばせ飛ばせ。出力 50%、70%、90%。全速前進。飛ばせー。おー、早い早い早い。うわー、爆発しちゃうー。飛ばせ飛ばせ飛ばせー。同じスピードってことかな。
早い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 、追いつかれちゃう。お、ロケット推進装置起動。やれ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 。おお、すごい。本当に爆発しちゃう。こんなスピードで走っていいわけ？ダメだ、追いつかれる。早く、もっと早く。なんかねえのか。冷却が間に合わない。エンジンが、ダメになっちゃう。ジョン、何かする？くそ、あのコインがあれば。え？あのコインって、これ？何？使い方そうなの？ね、熱が安定してきた。どうして？今は気にするな。できるだけ加速するんだ。ラッキーコインってすげえや。うおー、いっけー。うわー、すっごいや。引き離したみたい。どうやら成功だ。このまま行けば未来にすぐ着くぞ。止まれるかな。ふわー。あ、ここが、あ、寒さとは温度の低さを指すのだろうか、温度の不在を指すのだろうか。未来は時間が凍ってしまったかのように冷え込んでいる。ここは希望も辛抱も報われないこの世の果てだ。戻ろうとしても道は雪に埋もれている。地平線の彼方にかすかな光が点滅している。あれは何だろう。イザベルだろうか。アルバもいるのだろうか。ジョン、急ごう。あの光に追いつこう。意外と静かなところなんですね、未来って。続く。